こんにちは。今日も仕事頑張りましょう。温度計と変な記号、温度計と変な記号、あとはこれ3個、これ2個、重い。で、あとはこの柿のようなもの2つと、パイプ。パイプは右側にある。いいね。よいしょ、早いっちょ。で、特になし。え、うん、結構埋まってんね。倉庫広いから多少無理しても大丈夫っていうか、この辺にあるものもなんかこのままぐちゃっと置きっぱなしにしてもまあ最悪なんとかなるのかなっていうぐらいには余裕はある。記号コーナー、記号コーナー行き、帽子、海、冬、動けない、黄色、記号、電気、これも記号ね、記号系、これは違う、これは黄色コーナー、黄色行き、これも黄色、これも黄色行き、君は宇宙、君は宇宙、よいしょ、黄色置いてこようか、黄色コーナー、ケーキ新作なんで、あれ、これ、これの靴どっかあったよね、あった、変なことになった。これこっちで、これはこう。黄色の新作。ケーキ、食べ物かな。卵。卵、ケーキ、チーズ。ああ、なるほど。食べ物コーナーに持っていけるような素材が増えてるね。リンゴ、宇宙、宇宙、うっと、海、宇宙、リンゴ、うぅ、30秒、時間は大丈夫、宇宙、宇宙、あとなんかあるとしたら帽子、光物、これもリンゴじゃないけど食べ物として認識、光物、帽子置いたらそろそろ準備かな、今上にいるから、あ、帽子とリンゴね、帽子さん、リンゴがたくさんあると、やった、リンゴコーナー作ってよかったね、食べかけのリンゴが2個、柿が2個、あれ、このリンゴ2個、トイレットペーパーと黄色いのが2個、黄色いのはここにあるからすぐいける、トイレットペーパーは在庫遠いんで、すいません、ちょっと待ってください、今係のものが持ってきます、ペーパー、いやー、すっごい楽、通路が広いだけでめちゃめちゃ楽になってる。なんかこれは食べ物行きましょう。ゴルフ、なんだあれ、虫、記号かな。食べ物コーナー、リンゴコーナーの下に作っていいのかよってなったな。
いっか、上が飲み物、リンゴ、そして食べ物。まあまあ、なんとなくいいでしょう。雪は上でしょ、青コーナーで。食べ物、何記号、宇宙服、ちょっと効率悪いぞ。飲み物、これは記号かな、これも記号かな、これも記号だな。関係、あ、やべえ、記号関係整理してなかった。青のものを、帽子とか、レジャーこっち、海、青いもの、あとは記号と光物、星の場所はないね。この辺置いといて、このここすごいな、ここすごいな、ちょっとでもいいから、で白いものは今置き場がないのでこの辺に集まっていると。で、あと宇宙が1分あるから、これわけのわからんものどうしようかな。マップはここなんだけど、コマが、ここじゃない。こっちかな。ないな。コマコだ。黄色の新作の謎の物体。これなんだろう。コンパスね。飲み物、食べ物、宇宙などを持っていくか。帽子、飲み物、宇宙、服関係、うん、あと10秒。いいよ、白のこれとバター足は記号、バター足2個、あと記号はなし、リンゴが取れる、マジリンゴ3個、よいよいよいと。あとは変なものと光り物だね。変なものの方がニーズが高いので急ぐと言ってもすぐそこだな。うん、これ終わり。これね、これは星が1個減ってます。待ってんな、取るべきなのか。今空間は大丈夫だから、まあ、この辺取っといて、ダンガリーズ。服だ。制服。しかもすごい高い。全部買っちゃえそうだね、今の感じだと。ゴルフはレジャー、あんまり欲しない。だんだんこの辺になるともう色分けじゃない概念になってますね。これも私は光り物と捉えている。爆発も光である。ここかね、光り物コーナーが。
やっぱそうだよね、これここだよね。位置が良くないね、これ。うん。で、怒りがすごい飛んでくるので。正直もうこの辺にありゃいいよ、わかるから。記号がぶっ飛んでんですけど、記号がぶっ飛んでんな。ちょっとやるか。割れてんね。パッと新作が分かるようにしたいな。この辺でいっか。この辺の在庫もちょっとはけてきたやつが出てきてるね。結構このシャープとかも重なった印象だったけど。いいね、いいね、いいね。どうする？異常ないかな。すごいな。ああ、でも綺麗なもんでしょ。じゃあやっちゃおうか。ああ、これがレジャーなんじゃないのっていうふうに今パッと見て思ったな。これレジャー行きじゃないのかと。レジャーコーナーに行ってないよってなった時に辛いな。ゴルフ、まあ、いっか、ビリヤード。いやー、やっとこうか。ビリヤードとゴルフはレジャーなので、あの奥のコーナー。何のこのトイレットペーパー。在庫として、なんであんな海のコーナーに堂々といたんだ。
ええ、じゃあどんどこい。宇宙とメガネ、虫眼鏡と、あ、光物あった。光物は2個、あれこれ2個ないぞ。ちょっと待って、これ2個ないな。どっかに1個あるはずだ。あ、新作にある。あー怖っ。であとは宇宙のこれ拾えないな。やばい、ロスった。あとはタコピーと、とりあえず持ってって、星ありの人がかなり待たせてしまったな。しまった、優先順位を考えるよ。海だな、宇宙じゃないこれは。あ、遅かったな。ここが結構今雑だったってのが、ビール、どうなんだこれ。え、なんかもらったけど、今までみたいなポスターじゃなかった。なんだろう。ワーク、食べ物、光り物、紫のもの、ミニウェイ、漬け、仕分けなのか。これも図形なんだこれ。光り物、図形、飲み物、食べ物、食べ物持ってくか。一旦丼、あとは記号だから記号整理し持ってっか。記号、新作マップとガビガビとこれと、なみなみがあって、六角形があって、レポートがあって、新作、これ上、これ何なの。この辺がなんか特にないな。青いものか。青の新作なのかこれ。帽子、お、宇宙、紫、ここか。一旦ここかな。メガネはまあ上、メガネは着るものとしたら上に行くべき、ここかな。メガネ、これがね、光り物とは思わなかったよね。どこだっけ。いや、さっき使ったんだこれ。あ、メガネあった。イカ、丸、3、違う、2、マッチと爆弾、宇宙、あ、丸優先、丸優先、取れねえぞバカ。あ、なんか詰め方が変。丸取ったらあとはそんなに優先高く。バルクって何、あの人言ってた。
は光り物。マッチ爆発。なんとなく関連性のあるものでオーダーしてきてる感あるよね。うん、すごい。宇宙整理。今宇宙と食べ物とこの辺がバラバラ。ロボくん、ロボくんな、食べ物をちょっとやってほしいな。これを何とかやっといて。これ上、これ着物を松屋、食べ物、穴、穴のジャンルないな。レジャー、青関係と食べ物、これ爆発として見るべきか、私は。光り物、黄色、服、食べ物、ちょっと持っていけるもの持っていこうか。服と食べ物、花、食べ物。花はこの辺になんか1本置いてあったから、そう、その辺に置いといて。食べ物と帽子になる。これどっか置いたはず、わからん。あった。あとはなんで寝てんの。あ、ドーナツ置き場がないのか。バッグって置いてる場所あったっけ。なかった気がするな。これなんだ、これな、なんだ。やばい、概念で考え始めるようになり始めてから、概念で説明できないものが置き場がどこになったか分かんなくなってきた。そういう時はシンプルに色で見りゃいいんだよな。これ黄色コーナーとして、黄色コーナーとして置いておきたいやつ。てか、これ全然使われないんだけど。ちょっとね、なんか整理してほしい。なんか整理していく。記号がやばい。まあ、いっか。ほい。三角とパイプと海。怒りと、記号ね。ああ、海を持ってくればよかった。サメがいた。ロス、これと三角とパイプが記号のところにあるから、あとフィレット、三角と足フィレが、ああちょっと取りづらいところにある。うわー、マジか。よいしょ、いったんな、いったん持ってこう。で、あとはパイプとオニオンでしょ。オニオンこの辺にやって、パイプは右側にいるから、これゴール。時間結構きついんね。パイプ、これなんでこんなとこにいるんだ。うん、お金貯めてもいいけどね。今のところ別に使わない。歪みが、そうだね、歪みあるよね、そこに。結構倉庫がおもろいことになってきたな。働いてる？
おお、宇宙と、お、光もんじゃん。光のなんかこんな大量に来るとは思ってなかったね。メガネを上のファッションコーナーに置き直して、ここか。避けずれた気がする。本当？なんか君面白い置き方してるな。なるほど、そうさ。そう廃止しちゃうからこの辺えらいことになってんのか。なるほど。もっと周囲の置き方から特徴を掴んでほしい。まあいいか、最後はここは人なんだ。オッケーオッケー。あ、これか。なかなか険しいところにあるね。ちょっと詰まってるね、そこ。ハサミの置き場変えるべきだ。ないんですよね、ハサミの置き場は。しゃあなし。これの置き場所も特に決まってないんですよね。記号でもいいけどね。これ上持ってって終わりかな。あとまばらに飛び散ってるところもあるけれども、次行こうかな。進めちゃいましょう。おお、ラッキー。宇宙馬さん、ペンを10個。持てるだけ、まずで、あと帽子とカーリングと宇宙ね。カーリングの場所どこだろう。帽子これでしょ。カーリングこの辺にあったと思うんだよね。ホビーだから。で、あとは円に、
白が増えた。動かないの、なんで？記号。あの子なんで動かないの？やってくれ。宇宙海。うわあ、何それ。でしょ、光り物でしょ、光り物でしょ、食べ物でしょ、レジャーでしょ、あとは何だろうね、食べ物でしょ、あれ食べ物さっきどこ行った、これなんだ、おいと光り物を新作か。食べ物。このカップは砂糖だと思います。じゃあ、ネジ。ネジじゃないですよ。この色をどうする。この色の新作の置き場考えてない。考えてない。そういうやばいものは手前に置く。なんか盲点になりそうだな、あれ、やばい新作、やばい新作手前、ちょっとゴールできない、30秒あるんで、ロブ君は寝てる？寝ちゃダメ。希望あれ、バタ足置き場ってもう在庫尽きた。時間です。うむ、手が10個、手10個持ってこう。あとは誰が優先度高いかを見ていきたいな。マジか。とりあえず、これ1個と、で、稼いでおいて、ハサミ遠いんだよね。あのね、あのウサギの人の注文ちょっと遠いわ。ハサミと、あれと、もう、あと次で全部持ってこよう。ハサミと、海と、です。いや、ハサミ一番奥にあるからね。食べ物の整理しとく。さすがにこれ。チーズの置き場どこだっけかな。チーズの種類あるんだね。これはまあ種で。食べ物工場、食べ物ペン、白の新作、記号をやっちゃいたい、雪、服、黄色、記号、記号でしょ、黄色でしょ、黒でしょ、雪でしょ、
棒でしょ、記号でしょ、食べ物、レジャー、食べ物、記号、整理ができない、細かすぎる、今整理や、遅い、今の整理の仕方が細かすぎるな。昔のやっぱ青でとかでざっくりでいくべきだと思う。いやーパンクしてるね。お気に入りのものお気に入りか。あと1分、新作が出てきちゃったんで新作を置く場所を作っときましょうね。この辺でもこの辺なんだけど、置くしかないんだけど置くしかないんだよな、置くしかないっす。であとは、あと記号はまあいいや、青が散らばっちゃってんので、青の着物と食べ物と上の方に持ってるやつ、狭い。食べ物回転できないよ。そこ通れなくなっちゃってない。手袋あと20秒。あとなんかイニシエの者たち、うわー通れなくなってる、やりやがったな。21、食べ物だね、ナッツ2個、これ3個、とりあえず、あーこれもいけるか。やべえ、あの望遠顕微鏡、顕微鏡、やべえ3ない、顕微鏡が1個ないです。あった、よかった。あとこれ3個、メガネはこの辺になかった。いやーよかった、助かった。いや96ミを目指したいからまだ買わない。じゃあ今日もまた新しい在庫詰めて作業終わりかな。なんかこのこの辺がやばいよなと思ってます。この辺りをなんか攻められたらやばそうだよなという感じはずっとしてます。ただ物が2つ以上ばらけてるっていう状況がそんなに起きてないならなんとかなると思ってる。今やばいのは記号がばらけ始めてることかな。後でいいやと思っちゃってるから。この辺がおお来た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 。まず記号を、これがなくなったんだよね、在庫が一旦。この辺を整理して今日は終わりましょう。ロー君にも働いてもらうよ。君はね、この辺にあるものをなら整理できるでしょ。記号、バツ増えたな、増えたな。これあれ、ここにバツ置き場なかったっけ。うわー星が入ってる、なんで。
カウとか言ってなかった？何を気にしてんの？大きい号なくなった？そんなことないよね。置き場がばらけてた。うん、時計ここにあるのわかるか？時計はファッションコーナーなんじゃないかっていう意見の方が強くないか？時計ここに来たいんじゃないかなって思ってる。ハサミ、ハサミここにあるのおかしいよ。なんでこんなところにハサミ置いた？ハサミは、ここでしょ？あ、覚えてないよ。あとは？俺どこに置くかね。正直、在庫でしかない、これは今。まあ、置くか。しゃあないな。急にそんな急にこんな黄色増えられると困るわ。黄色の置き場はパンクしてるから。まあ1個あったし、もう1個も適当にあの辺に置いといてもらって、お茶を濁すしかないよ。んーと、これここでしょ。でグラフがこの辺でしょ。もしかして、いや、ちないな。まあいいや、持ってきちゃったから白を置いとこう。赤のクリップね。赤のクリップはなんか短パンくんのところにあっても別に違和感ない、違和感ないっても変だけど、別にあってもいいじゃんぐらいの感じ。いいんじゃないでしょうか。よし、じゃあ今日はこんなところかな。では今日もお疲れ様でした。また頑張りましょう。